類寿雑用書、末期4にある、ゆする月ゆする月は、日本の平安時代以後に用いられた、挑発のための米のとぎ汁、白水を入れる容器。白水は、生、冷たいもので、これを串につけて紙を削ると、人の血気を下げる効用があるとされた。月は、丸みのある器。ゆする月は、蓋月の茶碗を、茶宅の上に置いたような形である。 木製で、漆塗りの上に薪絵を施す。また、近藤もしくは銀で製し、毛彫りを施したものもある。これを台に置いた。台は、尻とも言われ、終焉は二分高く、将軍から二式を敷き、五本の足があり、高さは七寸五分、金物を打ち付け、五箇所で糸口を上げ薪に結びたらし、足の下も缶になっている。ゆっする月と台を二回寿司の上に置き、 室内装飾とした。正明小族賞の、重やびさしのちょうど建てることの上に、二階を建てることを、印、箸にゆするつきを砕いあり、二式の表をしたり、ゆするつき蓋あり、みなかねなりと、また、同天井のことの上に、ゆするつきに水入れて、柳に起きてぐすべしとある。なお、男子の元服の際に髪を整えるための湯水を入れた、ゆするつきを扱う役を、 ゆする月と称した。浜口聖史在京大名細川慶長屋の政治史的研究、四文革出版、2014年、P96、ありがとうございます。